フォームチェンジがいつでもできる。こんな感じになった。絶対前の方がいいと思うよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、とりあえずあれかな、とりあえず忘れた、大量発生のやつよね。あいな、大事な話があるよ。何でしょう。妙な噂を聞いてね。私は大発生の謎。大量発生じゃない、大発生や。解決の手がかりだと睨んだのさ。あんたはキノコユス様を10個工面するんだ。そして純白の凍土にある秘密の横穴まで持ってきてほしい。名付けて、外交物大作戦。お？なんか風が。純白の凍土、秘密の横穴で待ってるよ。サブ任務99、大好物大作戦。お、なんか今までとちょっと違う感じになってきた？純白の凍土にある秘密の横穴で、4年頼まれた道具を渡す、キノコ寄せ玉。キノコ寄せ玉を10個？作ってけってこと？キノコ寄せ玉とか何？とりあえずもうここで作るってことか？何がいるの？作るの。これか、キノコ寄せ玉。10個。何個作れ？ 2 個しか作れん。2個しか作れない。とりあえず2個作った。え？あと8個ずついるってこと？もちもちきのこと寄せ玉の素ない？クラフトの材料。あ、あるやん、あるやん。やったー。8個ね。あ、お金って大事だな。よしよし。そんなこっそりせんでいい。これで8個作る。イェーイ、これで10個やろ。手元にちゃんと入っとんよね。あるあるある、オッケーオッケー。さあ、それじゃあ純白の凍土に向かいますか。よし。うわ、大丈夫。めちゃくちゃ凍ってない私。あそこだね。オッケー。冷え、寒い。見てるだけで寒い。はい、持ってきたよー。ん？どこだい？え、いなくね？あ、ねえねえ、ここになんかおった。おった、あった。あれ、ここ入ったことないんやっけ？このエリアに散らばっている灯火の数は残り11個。よし。調べる。4年を待ちますか。待とう。そりゃね、約束したし。あ、すげえ不安そう。あ、寒いよね。でもまだ風がないだけマシな気がするんやけどな、洞窟の中で。ねえ、足音特殊すぎん？何？ゴンベの足音は今。ヨネじゃないよね。キノコ寄せ玉を10個持ってきたかい？はい、持ってきたよ。アイナはキノコ寄せ玉を10個渡した。ふんふん、ご苦労だったね。めっちゃ響くやん、声。キノコ寄せ玉、なかなかいい代物じゃないか。ここからが肝でね。あとは私に任せておきな。結果を伝えるから、ことぶき村に戻るといい。マジで？もういいんすか？はあ、それじゃあ、まあ、とりあえず。なんか新しい依頼っていうのがあったけんさ、それちょっと受けたいんやけど。ねえ、ここに、せっかくここまで来たけん。あ、ここ飛べるやん、真珠集落。集落の中ってことか、新しい依頼。あれかな？え、違うな、遠いな。どこや？え、おらんくね？え、おらんくない？どれ？誰？これ。ん？え、どこ？え、なくない？あ、あっちか。どこだ、どこだ？あ、あれか。ん？あれって、あれよね。あの子ですよね。
未だにさ、ちょ、名前を把握してないんやけど。いや、マジでさ、なんかあれなんよ。シンプルすぎてさ、名前が。女の子なんだか男の子なんだかも名前で判別できんけん、全然わからんねよね。はい。あゆらさん、大事な大事なものを見つけてね。ん？大事な大事なものを見つけてね。会いに行こうとしていたところなの。ねえ、気になるよね。欲しいよね。うん、気になるかな。何？でしょう。お宝に興味を持たないなんて、拾い翡翠のどこにもいないよ。サブ任務90、真珠団の宝。アイナ様はどうすればいいかわかるでしょ？え？わかりませんけど。なんか選択肢に勝負ってあったけど。なんでよ、分かってよ。アイラさんと勝負したいってことだよ。いや、分からんけど。ちょっと待ってね。心を静めるから。はあ。あれか、もう一人のなんか、よく一緒におった男の子が、関って子？いや、マジで名前分からんねよね。何？心を落ち着けたの？それで。落ち着いた？私も相棒も強くなって、広い世界のどこまでも行く。何それ？決意表明？かわいいな。お、2匹出とった。エイフィーとグレイシア。待って、何タイプ？氷とエスパー？え？あー、白桃でいけるんか。これはグレイシアに対してってこと？え、2匹じゃなかった、3匹おった。全然違った。え、なんかレベルめっちゃ低くない？なんかだいぶダメージは受けとるけど。なんてことだ。なんてことだ。ちょ、待って、私またあのポケモン入れ替えたんよ。誰やったっけ？レジギガスとクレセリア入れたんかな？え、ヒードランも入れたっけ？行こう。あ、でもヒードラン。こっちに対してはあれだな。効果今一つね。噛み砕く。いけーい。よしよし。ねえ、なんでそんなに。なんでそんなにレベル低いんすか？大地の力。どっちに対しても効果抜群やったわ。よかったよかった。ね、ここまでストーリー進めてきた割にはめちゃくちゃレベル低い子出してきたけど。ねえ、アイナさん。世界にはアイラさんよりも強い人とポケモンがいるのかな？そりゃおるやろうね。で、私が確かめればいいんだよね。はい、約束のお宝。なになに？アイナは大白玉を手に入れた。パルキアに使うと力がみなぎり姿が変わる。光り輝く大きな玉。え、なに？どういうこと？姿が変わるって何？進化？パルキア進化とかするん？そうじゃなくて？フォームチェンジ的な感じ？真珠団のカイソ様がお持ちになられていたものだって。なんでも神王様。ううん。パルキア様に関係するお宝だとか。パルキア様、今はアイナさんと一緒だもの。大白玉のこと、よろしくね。食べ物かと思った一瞬。ありがとね、アイナさん。いえいえ。まあ、でも受けてよかったね。サブ任務90、真珠団の宝達成。え、ってことはあれやないん。混合団の方もあるんやないん。ねえ、何？ディアルガに持たせるやつ。え、待って。え、どこ？え？これか？違う、スイートトリュフやった。え、ねえ、大白玉どこ行った？え、もしかして手持ちにない？なんか道具を送られた？送られるなよ。ないよね。ないっすね。大切なものか。え、違う？あ、ほら、そうやん。パルキアに使うと力がみなぎる、姿が変わる。あ、そっか、私パルキア抜けてレジギガス入れたんやっけ。ちょっと
まあ、進化なんだかなんか知らんけど、とりあえず、ベースに戻って、アミラさん、ん？ん？何？お？椿に自慢されたよ。万事の実を君にあげたら、気色満面の笑みを浮かべていたのね。本当は困惑の愛想笑いだろうが、奴に遅れを取るわけにはいかない。そのため、君を探して翡翠各地を歩き回ったのだよ。いいかね？菊衣装だ。もちろん椿賞よりもはるかにすごい。ほう。アユナは万事の実を30個手に入れた。ありがとう。君と出会う前に大発生を見かけたが、もしかしたら石が原因ということはないかね。ポケモンを引き寄せるような不思議な石があるのかもしれないだろう。石？何？どうした？そうだ、ヨネさんからコトツレだよ。コトブキ村で待っているそうだ。ほう、村で？私まだ帰ってないよね。待っているというか、警備隊の紬さんとビッパの話で盛り上がっていたがね。なるほど。では俺は温泉に寄るとするかね。強いポケモンたちの大発生には気をつけたまえ。あれじゃない？めっちゃ今フラグ立てんかった。強いポケモンの大発生が発生するんか。確実にそういうことよね。村に戻ります。あ、村に戻るっていうか回復したかった。でもこれってあれか？違う、村に戻れば回復されるんか。今さらめっちゃ今さらやけど、このパルキアのやつってさ、一時的にっていうだけ？それとも普通にその進化みたいなこと？そうなんやとしたらちょっとしたいんやけど。とりあえず一旦ね。一旦出して、使おう。パルキアに。ほう。パルキアは別の姿に変化した。これ何回でも使えるん？すごい。これって姿変わったけんなんなん。姿が変わるっていうだけ？フォームチェンジがいつでもできる。けどそれだけってことか。こんな感じになった。絶対前の方がいいと思うよ。でもなんかDR側に近い感じになったね。若干。なるほど、そういう感じね。じゃあ逆にあれ、リアルガの方は前のパルキアみたいな感じになるってこと？まあ、なんかそんな感じっぽい。はーい。んでヨネさんは一体どこ？あれか、おったどうもー。どうかしたのかい？どうかした？大好物大作戦、キノコ寄せ玉。何の話をしているんだい？怖い。他人貝が生き生きな方を欲しがるから私もあげたけれど。それ同一人物ってことか。もしかしたら私たちポケモンに化かされたのかもね。これ達成なの？もやるー。サブネーム99、大好物大作戦達成。